この動画は G 検定まとめ2024試験当日も使える要点整理試験対策カンペの解説動画です。G 検定のシラバス上のキーワードを解説します。本動画のスクリプトはリンクからご確認ください。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。階級と階級値階級とは データを特定の区間に分けたものを指す。例えば、国語の点数を10点刻みで区分けする場合、20以上30未満や30以上40未満といった形でデータを階級に分類する。階級値とは、その階級を代表する値のことで、通常は階級の中央値を用いる。例えば、階級20以上、 30未満の階級値は25、階級30以上40未満の階級値は35となる。この階級値は階級の最大値と最小値の平均で求められる。また、階級値の計算にはデータの集計や分析における近似的な平均値の推定として用いられる。実際の平均値と階級値による推定値との間には誤差が存在することがあるが、 階級値を用いることでデータの分布や傾向を把握する上で役立つ。例えば、お菓子屋さんの商品価格を度数分布表で分析する際、階級値を用いることで価格の偏りがあってもそれをうまく表現できる。ヒストグラム作成時には階級値と度数、階級に含まれるデータの個数が重要となる。ヒストグラムは横軸に階級を 縦軸に度数を取り、各階級に属するデータの度数を長方形のグラフで表す。この際、各階級の中心に度数の値をプロットしていき、階級の幅や度数に基づいて長方形を描いていく。度数分布表からの統計量の求め方。階級ごとの度数を調べる。データを階級ごとに分類し、 各階級の度数を数える。階級の幅はあらかじめ決められ、データの範囲に基づいて階級を設定する。度数分布表の作成。階級と度数から表を作成する。表には、各階級とそれに対応する度数、さらに度数の合計が含まれる。統計量の計算。平均値。 階級値かける度数の和をデータの総数で割る。中央値。累積相対度数が0.5を超える階級の階級値。最頻値。度数が最も多い階級の階級値。標準偏差。各階級の中央値を用いて偏差英法和を求め、これをデータの数で割り、平方根を取る。ヒストグラムの作成。 度数分布表からヒストグラムを作成する。ヒストグラムは階級を横軸に、度数を縦軸にとり、各階級の度数を長方形のグラフで表す。クロス集計表。クロス集計表、または二元の度数分布表とは、2つのカテゴリーに属するデータをそれぞれのカテゴリーで同時に分類し、 その度数を集計した表である。この表は、異なる変数間の関連性を視覚的に理解しやすくするために使用される。例えば、性別と好きなスポーツという二つのカテゴリーに基づいて、クロス集計表を作成することができる。クロス集計表の作成では、一般的に行には原因やグループを配置し、列には結果を配置する。表のカクセルには、 対応する組み合わせの度数、出現回数が記入される。また、それぞれの行と列には合計値が記載され、表全体の総合計は全表本数に相当する。この表は、度数の集計にとどまらず、割合の計算や比較も可能にする。特定の行または列の合計に対する各セルの度数の割合を計算することで、より詳細な分析が可能となる。 また、クロス集計表から導出された割合の差を検定することで、その差が偶然によるものかどうかを統計的に判断することができる。このような検定には、会議場検定やフィッシャーの正確検定などが使用される。時系列グラフと移動平均。時系列データとは、時間の経過とともに収集されたデータであり、 これらのデータを分析することを時系列分析と呼ぶ。時系列データの分析は変動するデータの傾向を理解し将来の予測に役立てることが目的である。この分析において時系列グラフは非常に重要な役割を果たす。時系列グラフは時間の経過に伴うデータの変化を視覚的に示し傾向やパターンを識別するのに役立つ。例えば、 気温や株価などのデータは時系列グラフを用いて時間による変動を観察できる。移動平均は時系列データにおける短期間の変動を滑らかにし、長期的な傾向をより明確にする手法である。これは特定の期間にわたるデータポイントの平均を計算し、それを繰り返して得られる一連の平均値をプロットすることで構成される。移動平均は 季節変動や不規則変動など、短期的な変動を平滑化して、データの長期的な傾向を示すのに有用である。例えば、1年間の月別の気温データに12ヶ月の移動平均を適用すると、季節変動の影響を排除し、年間を通じた気温の傾向を捉えることができる。平均値、中央値。 最頻値。平均値。すべてのデータを合計し、データの数で割ることで算出される。平均値はデータ全体の平均的な値を提供するが、外れ値の影響を受けやすい。例えば、受精体の平均貯蓄額は、一つの高額な貯蓄があると平均が歪む可能性がある。中央値。 データを小さい順に並べた際の真ん中に位置する値。偶数個のデータがある場合は、中央に最も近い2つの値の平均を中央値とする。中央値は外れ値の影響を受けにくく、データの中心をより適切に示すことが多い。例えば、熟成体の中央貯蓄額は2億円という極端な値があっても550万円となり、 平均値よりも実態をよく反映する。最頻値。データセット内で最も頻繁に現れる値。例えば、貯蓄額のデータセットにおいて、最も多いのは100万円未満の世帯であることから、最頻値は0円から100万円となる。最頻値は外れ値の影響を受けにくいが、複数の値が同じ頻度で現れる場合。 複数の最頻値を持つことがある。最小値、最大値、四分位数、四分位範囲。最小値と最大値。データセット内でそれぞれ最も小さい値と最も大きい値を示す。これらの値を用いてデータの範囲を求めることができる。データの範囲は、 最大値と最小値の差によって計算され、データがどのくらい広がっているかを示す指標となる。四分位数。データセットを4等分した時のそれぞれの分割点を指す。具体的には、第1四分位数、Q1、第2四分位数、Q2、つまり中央値、第3四分位数、Q3、がある。 これらはデータの分布の特徴を捉えるのに有用であり、特にデータの中央部分をより詳細に理解するのに役立つ。四分位範囲。第1四分位数 Q1 と第3四分位数 Q3 の差で求められ、データの中央50%の広がりを示す。この範囲が大きい場合、データには大きなばらつきがあることを意味し、 小さい場合はデータが密集していることを示す。分散、標準偏差、偏差値。分散。データのばらつきを示す指標で、データの平均からのズレの2乗の平均値で求められる。分散はデータの散らばり具合を数値化したもので、値が小さいほどばらつきが少ないことを意味する。 分散の単位は元のデータの単位の2乗になる。標準偏差。分散の平方根として定義される。標準偏差はデータのばらつきを元の単位で表すため、分散より直感的に理解しやすい。標準偏差も小さいほどデータのばらつきが少ないと解釈される。偏差値。データを標準化した値で、 個々のデータが全体の中でどの位置にあるかを示す。具体的には、元のデータから平均値を引いた値を標準偏差で割り、その結果に10を乗じて50を加えることで計算される。偏差値は50が平均で、高いほど平均より上、低いほど平均より下を示す。偏差値は異なるグループ間のデータを比較する際に役立つ。 共分散。二つの異なるデータの関連性を探る統計学的なツールで、性の相関、負の相関をデータ値の変化の仕方を通じて発見することができる。性の共分散は、二組のデータが性の相関を持つことを示し、一方が増えるともう一方も増える傾向にある。逆に、負の共分散は二組のデータが負の相関を持ち、 一方が増えるともう一方が減る関係にある。ただし、共分散の値が小さい場合、2つのデータ間の関連性を判断するのが難しい場合もある。相関係数。共分散の欠点を解消するために用いられ、共分散を各変数の標準偏差で割ったものである。相関係数は1からプラス1の範囲で、 プラス1に近い値は正の関連性を、マイナス1に近い値は負の関連性を、例の場合は関連性がないことを示す。この相関係数によって、データの数値の大きさや単位の影響を排除し、2つのデータ間の相関の強さを統一的に判断できるようになる。ヒストグラム。 ヒストグラムはある幅にどれくらいのデータ数があるかを可視化したい場合に使用する。おおよそ大体といった正確でなく大まかな傾向を知るために使う。ヒストグラムの特徴は横軸が連続データであるため棒の間に隙間がないことである。これによりデータの分布状況をより正確に反映する。ヒストグラムからはデータの平均値、中央値、 最頻値などの代表値を求めることが可能である。幹木はず。三木はずは、三と葉から構成され、データの分布を可視化しながら、個々の観測値も示すことができる。この図の作成方法は、データの数値を三木、通常は上位の桁と葉、通常は下位の桁に分けて表現する。 例えば、10の位が幹で1の位が派である場合、27、30、33、37などの数値からなるデータセットは、次のような幹はずになる。1、幹、2に対して葉7、2、幹、3に対して葉0、3、3、7、3、そして以降同様に続く。この方法でデータを整理することにより、データの分布が視覚的に捉えやすくなる。 幹はずは特にデータの分布形をつかみやすく、また個々のデータも詳細に知ることができる。ただし、幹はずはデータ点が適度な桁数、約150個程度まで出なければならず、データ点が多すぎると作成の負担や見栄えに問題が出る。また、データが小さすぎたり大きすぎたりする場合には、幹はずは適切ではなくなる。従って、 三木はずを使う際はデータの選択が重要である。箱ひげ図。箱ひげ図はデータの分布とばらつきを視覚的に表現するためのグラフである。このグラフには最大値、最小値、および四分位数第一四分位数、中央値、第三四分位数の情報が含まれる。四分位数は、 データを小さい順に並べたときに25、25%、50%、75%の位置にある値を指す。このうち、中央値はデータの中央に位置する値であり、平均値とは異なる場合がある。箱ひげ図の箱部分は、第1四分位数と第3四分位数の間に位置し、この区間にはデータの中央の50%が含まれる。 箱の中の線は中央値を示す。箱の外側に伸びる線、すなわち、ヒゲは、最大値と最小値を表し、データの全範囲を示す。ただし、外れ値がある場合、ヒゲの端は最大値や最小値ではなく、四分位範囲の1.5倍の範囲内に収まる値になることが多い。外れ値は、ヒゲの範囲外に位置する値として特別にマークされる。 箱ひげ図は、特に複数のデータセットのばらつきを比較する際に有用である。例えば、異なるグループのデータセットを並べて表示することで、各グループ間のデータ分布の違いを容易に視覚化できる。外れ値。外れ値とは、得られた観測値の中で、真の値の推定値からの残差が異常に大きい値のことを指す。 また、測定ミスや記入ミスなど原因が明らかな場合、これらを異常値と称することもある。例えば、性別を0と1で入力するアンケートで2が入力された場合、この2は異常値とみなされる。外れ値の探索方法には、主に以下のものがある。まず、箱ひげ図を描いた際、髭の範囲外に位置する値は外れ値とみなされる。 次に、外れ値検定として、スミルノフグラブス検定があり、これは平均値から最も遠い値を検定し、外れ値かどうかを判断する。また、クラスター分析を行い、データが一つだけのクラスターを形成する場合、そのデータは他のデータからかけ離れている可能性が高い。外れ値の存在は分析結果に影響を与えうるため、慎重に判断する必要がある。 外れ値を見つけた場合、目的に応じて除外したり、データを変換することがある。相関、疑似相関、因果関係。相関。二つの変数間の関連性を示す統計的な指標。一方の変数が変化すると、もう一方の変数も一定の傾向で変化する。 学生の勉強時間と試験の成績には性の相関がある。つまり、勉強時間が長いほど試験の成績が良くなる。疑似相関。二つの変数間に相関関係が見られるが、真の因果関係は存在せず、偶然か別の未知の変数の影響によるもの。アイスクリームの売上と歴史事故の件数には相関があるが、共通の原因は夏の高温。 因果関係。一つの事象が別の事象を引き起こす関係。相関関係と異なり、一方が他方に影響を与える。確率には追加的な証拠や分析が必要。最小事情法。この手法の目的は、データの集合に最もよく適合する直線を見つけることである。これは、 誤差の二乗の和を最小化することによって達成される。最小事情法は、異なる二つの変数間の関係を数式化し、予測や因果関係を発見するために用いられる。最小事情法において、回帰直線の傾きと切片は特定の公式に従って計算される。この手法では、まず各変数の平均値を計算し、次に各データポイントの偏差、 実際の値から平均値を引いたものフを求める。その後、これらの偏差を使用して変数の分散と強分散を計算し、これらを用いて回帰直線の傾きを導出する。最後に、この傾きと変数の平均値を用いて回帰直線の切片を求める。最小事情法。 この手法の目的は、データの集合に最もよく適合する直線を見つけることである。これは、誤差の2乗の和を最小化することによって達成される。最小事情法は、異なる2つの変数間の関係を数式化し、予測や因果関係を発見するために用いられる。最小事情法において、回帰直線の傾きと切片は特定の公式に従って計算される。 この手法では、まず各変数の平均値を計算し、次に各データポイントの偏差、実際の値から平均値を引いたもの符を求める。その後、これらの偏差を使用して変数の分散と強分散を計算し、これらを用いて回帰直線の傾きを導出する。最後に、この傾きと変数の平均値を用いて回帰直線の切片を求める。 独立な思考。独立な思考とは、統計学において重要な概念であり、2つ以上の思考が互いに影響を及ぼさない状況を指す。例えば、コインを投げる思考とサイコロを振る思考は、それぞれの結果が他方に影響を与えないため、独立な思考と考えられる。独立な思考の特徴として、 一つの思考の結果が他の思考の確率に影響を与えないことが挙げられる。これは、独立な思考の確率を計算する際に非常に重要な要素である。例えば、2回連続でコインを投げる場合、最初の投げにおいて表が出る確率と裏が出る確率はそれぞれ2分の1であり、2回目の投げにおいても同様である。ここで重要なのは、 最初の投げの結果が2回目の投げの結果に影響を与えないという点である。条件付き確率。条件付き確率は、ある事象 A が起こったという条件のもとで、別の事象 B が起こる確率を指す。この確率は、次の式で表される。例を挙げると、袋の中に赤い玉と白い玉が混ざっていて、 いくつかの赤い玉には1と書かれているとする。ここで赤い玉が取り出されるという条件のもとで、その玉に1と書かれている確率を求める。この場合、赤い玉が取り出される確率と、赤い玉で1と書かれた玉が取り出される確率をまず計算する必要がある。例えば、袋の中に合計6個の玉があり、そのうち赤い玉が3個、 白い玉が3個で赤い玉のうち2個に1と書かれているとする赤い玉が取り出される確率は6分の3赤い玉で1と書かれた玉が取り出される確率は6分の2であるしたがって赤い玉が取り出されたという条件のもとで1と書かれた玉が取り出される確率は以下のように計算される2個を分布 正規分布、二項分布の正規禁止。二項分布。独立なベルヌーイ思考を N 回行った時に成功する回数が従う、確率分布である。例えば、コインを投げて表が出る回数、や、サイコロを投げて特定の目が出る回数など、結果が成功か失敗のいずれかになる思考を複数回行った際に用いられる。二項分布の確率は、 組み合わせと成功確率を用いて計算されるが、思考回数が大きくなると計算が複雑になる。正規分布。自然界や社会現象でよく見られる連続型の確率分布で、その形は左右対称のベル型をしている。正規分布は多くの場面で用いられ、様々な確率変数の分布を禁似するのに適している。二項分布の正規禁似。 思考回数 n が大きくなると二項分布が正規分布で禁似できるという性質に基づいている。n が十分に大きい場合、二項分布の形は正規分布に禁似されるため、複雑な二項分布の計算を簡易化できる。これは中心極限定理の一部であり、特にドモアブル・ラプラスの定理として知られている。例えば、コインを200回投げた場合など、 n が大きい場合に二項分布の計算を正規分布で禁似することが可能になる。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。